おばあちゃんの台所。今回の舞台は岡山県西粟倉村。面積の9割が山林というこの村は、澄んだ空気と自然のぬくもりが癒しを与えてくれます。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。お名前を教えてください。井上真理子と申します。真理子おばあちゃんですね。はい。はい、いやー、こことっても大きな建物があるんですけど、おばあちゃんのお家じゃないですよね。はい。村人カフェっていうんですけど、楽しく夢を追いかける人たちが集まってるところなんです。はい。いいね。おばあちゃんも追いかけてるんだ。そうです。うん。普段は地元の仲間と一緒にご飯を作ったり振る舞ったりする場として、この村人カフェを利用しているそうです。じゃあ今日はそんな素敵なカフェで何を教えてくださいますか？今日はですね、美味しい炊き込み混ぜご飯です。炊き込んで混ぜる、はい、いろんな具材入ってそうですね。そうですよ、いっぱい入ってます。地元の食材やら季節に合わせた食材がいっぱい入ってます。いいね、はい、じゃあ早速教えてください。はい、うん、お願いします。中、はい、入りましょう。はい、さあでは改めて真理子おばあちゃん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。作っていく材料です。はい、たくさんありますね。そうなんです、はい、まずはお米。はい、これお米は2種類使うんですね。はい、そうなんです。やっぱりですね、もち米を入れた方がもっちりして美味しいです。なるほど、はい、で具材もたっぷり、はい、で黒豆が入る、はい、我が家で作っております。あ、そうなんですか。はい、へー、自家製の黒豆、はい、でね、サバ缶が入るんですよ。そうなんです。サバ缶は味がしっかりしてるし、うんうん、柔らかいしで、とてもいい具材になります、うん、はい、醤油味を使ってください。そうです。で今回は菜の花も。そうなんです、今回は菜の花を入れて青みを出そうと思います。じゃあこう本当に四季折々採れたものを何でも入れても OK？ OK です。合わないものはなし。じゃあ安心して皆さん入れてみてください、はいはい、で味付けは薄口醤油のみ。のみです。シンプル、はい、やっぱりサバ缶がありますので、そっかそっか、はい、味が、はい、出してくれるので、はい、シンプルでいきましょう、はい、では作っていきましょう。はい、わかりました。使用する白米ともち米は4対1の比率がおすすめ。ちなみに今回使用している白米は、マリコおばあちゃんのご主人が作った自家製です。じゃあ炊いていきますかね。はい、はい、次に薄口醤油を入れていきます。はい、色合いを良くするため、醤油は薄口醤油を使用し、醤油と水合わせて米一升の水分量になるよう調整していきます。でさらにその後黒豆を、ね、はい、入れます。へえ、この時点で黒豆入れちゃうんですね。さあ、じゃあ黒豆まで入りました。はい、はい、これで炊けばいいんですね。あ、でもこれ黒豆が硬いですから、はあ、炊き上がっても硬いままなんです。それは困ります。柔らかく美味しくいただきたい。はい、じゃあ一晩漬ける必要があります。え、このままの状態で一晩待つんですか？そうなんです。じゃあ明日になるね。はい、あ、いや、昨晩漬けております。さすが、ありがとうございます。あれ、そうです。ちょっと持ってきますね、はい、これは全然違いますね、一晩置くと。そうでしょ、ね、ふっくらして、ほんと、ね、倍ぐらいに豆大きくなってるし、はい、ちょっと割れてね、はい、ね、弾けてるものもあるし、ここまで来ると美味しいです。柔らかく黒豆が炊けるわけですね。はい、じゃあこれで、はい、具材を入れます。次に米と一緒に炊く食材を用意していきます。ごぼうは皮がついたままささがきに、ちくわ、人参、油揚げは
食べやすい一口サイズに小さくカット。舞茸は根元を切り落としてから手でちぎっていきます。仕上げに使う菜の花も食べやすい大きさに切って用意しておきます。さあ具材が全部できました、はい、全部入れていくんですけど、最初に、サバ缶から入れていきたいと思います。サバの身も食べやすい大きさに手でほぐしながら入れていきます。いいね、でも骨も丸ごと入ってるから。そうなんですよ、すごくね、はい、栄養もしっかりある。で、はい、これも入れます。このこれが大事なんです。全部入れるんだ。全部入れます。はい、そっか、もう味付けがシンプルでお塩だけですよね。ですもんね、はい、だからこれでグッと締まります。なるほどね、はい、サバ缶を入れたらごぼう、ちくわ、人参、油揚げ、舞茸もまとめて入れていきます。このままの状態で入れます、はい、水分量もだから変えなくていいんですよね。変えなくていい、もう最初決めましたから、はい、それでいきます。あのお米の分量に合わせたものだけで大丈夫、はい、そうです、はい、大丈夫です。でスイッチを入れる、はい、はい、出来上がりました。いやまだです、炊き上がってからにしましょう、ま、ご飯が炊き上がるまでの間、カフェの中を少し見学させてもらいました。マリコさん、すごい数の写真、たくさんありますけど。でしょ、はい、10年前ぐらいから、はい、芝桜を植えたいなということで、大ヶ谷地区活性化協議会っていうのを立ち上げて、この大ヶ谷の地域の皆さんで、こう芝桜を少しずつ少しずつ植えていってるのがこの写真で、ずっと歴史が、なるほど、るその歩みをこの写真でちゃんと収めてるんだ、はい、この地域では田んぼののり面の有効活用として芝桜の植え付けを行うようになりました。マリコおばあちゃんたちは毎年訪れるたくさんのお客様のために食事を提供しているんですよ。美味しいもので、はい、愛情を込めておもてなしをしてます、うん、なるほど。そろそろなんかいい香りがしてきたんですけど。そうですね、うん、見てみましょうか。できてますかね。できてると思います。ですね、はい、じゃあちょっとお願いします。行きましょう、行きましょう、はい、さあできてますかね。できてます、できてます、できてます開けましょう、はい、開けましょう、はい、オープン。おーすごい、いい香りしますね。で、はい、で混ぜる、混ぜる、はい、あ、おこげもできてていいですね。黒豆もしっかり入ってるでしょ。本当だ、ね、はい、で最後に、最後に彩りで、うんうん、はいはい、今できてる菜の花を散らします。出来はいいですね。やっぱりね、こう緑が入るといいですよね。綺麗ですよね、うん、一気に鮮やかになる、はい、はい、じゃあこれでマリコおばあちゃんの炊き込み混ぜご飯の出来上がり。ここからは協議会の代表メンバーにも登場いただき、見守られながら試食です。はい、ではあったかいうちにいただきます。おいしい、うん、黒豆がホクホクで噛んでほんとサクッとコロッとね、この柔らかさはやっぱり一晩つけなきゃダメなんですね。ダメです ね、 ねやっぱり、いや本当にいいとこですね。おいしい食材もあるし、そして素敵な人たちもいるし、メンバーの皆さんに西粟倉村の魅力について聞いてみました。私が住んでるところは、まあ、とにかく見てもらったら分かるように何もないところなんですけど、私としてはたくさんの宝物がいっぱい詰まってるところであって、うん、不便だけれど不便なところが楽しい、うん、嫁ぐ前に
うちの祖母が暖かくってとってもいいところだから心配せんでもええで言ってそう言って安心して嫁いできたんです。どうでした？でやっぱりその通りで仲良くしてもらって、うん、いろんな勉強もさせてもらいながらとってもありがたいです。私はI ターンっていうか移住組なんですけれども、はい、はい、まあ、ここの自然豊かなところで本当に空気も美味しいし水も美味しいしこの地域の方々も本当にこういい距離感で本当接してくださるので、はい、私はここに来てよかったなと思ってます。まあこの地域が皆さんいいな来てよかったなというふうに言ってもらえるようにまあ誇りを持ってやってこれからもやっていけれたらなと思います。